チャイのチャンネルでーす。忘れてない？忘れてない？忘れてない？何ですか？すごいじゃん。じゃあもうコメント欄は荒れてるよ。あれに荒れてる。なんかあったんすか？いや、相関図。あ、二宮くん編ですか？やってなくない？やってない。自分がやりたくなさそうだったんですか？だって。そう、でも俺コメント欄見たら、確かに俺やってないなと思って。確かにじゃないですよ。あれっすか？あの、思いのほか伸びがいいから俺もやりたいって。あれ伸びいいっすね。伸びがいいのよ。マジで。伸びいいっすね。伸びいいの。でも出てくんのよ、ジャニーズがまさか。でも確かに、ニノさん周りって、あんま想像つかないな。そうなのよ。だから結局さ、今までなんだかんださ、その、つながりが見えてたじゃん。まあ、我々がそあの他の人は想像して書いてたから今まで師匠は誰ですかとか、はい、でも分かるじゃん、なんとなく。確かに二宮君の師匠ってあんまり浮かばないですでしょ。確かに、うん、それちょっとお前みんなに作って、今日みんな待ってるから出して。だってもう分かんないんだよな俺ら。二宮君の過去しかないですよ。なんで自分で、うん、見てます俺ら。違うみんながやって俺がいやいやあはいはいってなるじゃん。いや、ないっすもん、だって情報が。なんで仲良し、大野くんぐらいしかないっす。違う違う、もっとあるじゃん。やろ、みんなで。レッツゴー。じゃあ、中丸くん行きましょう。もう少し近いって。早くしてよ、俺の。いや、山田くん、なんとか言ってやってください、中丸くんに。うまいけ。俺はいいんですけど。いや、中丸くんは何もやってなさすぎるんですよ。いや、俺はね、違うんですよ。興味があるから、まずやっぱりいるよ、師匠。同期師匠、師匠って誰だ誰だ誰だって自分で言っちゃったよ。俺、分かるわけないっすよ、俺。いや、それはじゃあ中丸君、師匠は誰なんですか、うん、で要するに、若い時からなんか長くお世話になってる先輩みたいなことですね。まあ、そうっすね。そうだね。いないんじゃないですか。はい、終了。待って、いないんじゃないですかってなるよね、それね。いや、終了ですよ、この辺だって。じゃあ、二宮君言ってください、誰ですか。師匠。はい。若い頃からお世話になってるってこと。はい。で言うと、タイちゃんかな、国分タイさん。あー、タイさんか。番組とかですか。番組。プライベートも合うんですか。合うよ。うちにも来てるし、俺も行ってるしっていうんで言うと大志さんかな。あと飯食ってたしね、若い頃は。うーん、何かあったりしに食って、それこそ俺と大ちゃんと亀梨でシャーツ行って、ええ大志さんひたすら緊張するっていう、亀梨にめちゃくちゃ気使うっていう謎の飯会があったり。そう、俺の師匠、お師匠さん、そうだね、大志さんかな。うん、確かに仲いいイメージはありましたけど、うん、そんな前からあったんですね。あったね、この人とはね。へえ。何相談してたんですか、なんかこう、若い子とか。いや、怒られてた、よく。大志さんですか。うん、へえ。元気がないとか、それは嵐全員怒られてたけど。へえ。俺が初めてレギュラー番組に思ったのが、なんか真夜中、終電が終わってからで着いたところの街を朝方までずっと散策するみたいなバラエティだったんだけど、その前枠は鉄腕ダッシュだったの。へぇ、ダッシュがゴールデンに行くってそういうことか。そういうことか。そこが開いたってなって、で最終的に仕上がるまで行くんだけど、その番組が。そういうルートなんですね。そう。へえ。え、太一さんってすごいその枠を大事にしてたから、その枠でなんかあんまりこう跳ねもしなかったから、嵐が、その時にもう返せよってすごい怒られた記憶がある。その返せよ、もう返せよお前らっつって、俺がやるよっつって、あんなダラダラやってないったらもういいよっつって。そういう意味で。そうそうそう、っていうので。素敵な話ですね。そう、俺太一さんとかはそっからずっと、でもまんべんなく付き合ってるんじゃない、嵐とは。トキオ兄さんってやっぱ指導士が指定関係的なとこありますよね。あるね。じゃあもう20年ぐらいですか、関係。そうやってそのなんだろう、コミュニケーション取るようになって。うん、最初だけタッキーとタイチさん
が司会の番組で、なんか特派員みたいなので出てたから、USO が USO? 怖かったな。懐かしい。懐かしいよね。めっちゃ懐かしい。見てた。見てた。見てましたよ。見てました。入ってる。我々入ってないです。入ってないですよ。小学生だからさ。あ、マジか。 USO めっちゃ見てた。俺師匠タイツさんかちょっとなんかもっと格好しようと思って。いや、よくないぞ。いい話聞いたのよくないな。そんなこと言うな。なんか芝居の師匠みたいに言うんですか。この人の芝居が好きだとかでもいいですけど。ジャニーズ二宮君って若い時からも芝居にかなりあれ注力してましたよね。してた。ってなんかそういう話がすごかったね。そうっすよね。別にジャニーズじゃなくてもいいですし。じゃあジャニーズ一人となんか作品でもいいじゃないですか。うん、わかんないですけど。ジャニーズ以外一人。森田剛ジャニーズ。まあ、ジャニーズジャニーズ。ジャニーズいいよね。はい、俺らの中でね。はい、まだ浅いから抜けて、はい、浅さの問題じゃないでしょ。だからうちの事務所の系列で言うとやっぱ森田剛外せない。あ、それはあれですか、もうお芝居だけじゃなくて。だけじゃなくて踊りもカリスマスか。うん、豪華そうだね。あ、これじゃあジャニーズ以外で。これ俺本当にね一人尊敬してる人いいんだけど、でも好感度上がっちゃうんだよな、これ言うと。この人どうですか。俺のどういうこと。どういうこと。あげていいじゃん。お願いします。細田芳彦。僕は共演もしたことあるんですよ。ちょっと顔がこうキリッと濃い顔してる。めちゃくちゃうまいよこの子。若いんですか。33。なんで二宮君好感度上がるんですか。え、あそこで若手出すんだ。いい人だなこの人。サクシーな感じが自分で言っちゃってるじゃないですか。なんでそれ全部言っちゃうの。俺ライフで見たのかな細田さん。ああ、ライフ。そう、キーちゃんとのやつかな。はいはいはい。で見て、結構前っすよね。結構前。そっからもうかなり追って、最終的に俺は男女逆転の多くで出会うんだけど、すっごい、まあまあ言ったら俺好みの芝居をしてて、この人うまいんだよ。それ会った時そういう会話したんですか。した。うまいよね。そう、それはでも恐縮するよね。めちゃくちゃ上の人からさ、芝居うまいよねって言われたら年下の方ですもんね。そうそう、年下だから。いやいやとしか言えない。いやいやとでも俺は本当いいなって思ってる人。へぇ、初めて聞いた。いい話っすね。とにかくいい人。横はどうなるの。じゃあれ芝居関係で言うとハリウッド映画とかなんかそっち系のエピソードとかなんか。ああ、海外系。あ、じゃあクリント・イーストウッド書いとこよ。え、どこじゃ、どこの枠に入るの。怖い。やめろやめろやめろ。いやいや、日本のそんな島国の YouTube のチャンネル見てないんだから。どうするんですか、コメントに返してきたら。届きますよ、案外。でも、横って同期ってこと。同期とか、でも仲いいとか。仲いいよ、村上さん。はぁ、村上慎吾さん。でも、なんか飯行くとかあんま聞いたことないですけどね。うん、家で飲むぐらい。え、家なんですか。行きました。え、最近は全然行けてないけど。俺、ひなと飯食いに行ったことないんじゃない。え、それ仲いいんですか。で、家でちょっと話して帰るみたいな。あれ8時とかで一緒にやってましたもんね。やってた。あれ見てましたね。え、出てないんですか。番組終わる半年だか1年ぐらいはちょっとだけあの隅の方で。まだ入ってない。あ、じゃあ今とあんま変わんないですよ。叩くぞ。いや、その時だってほらもうジャニーズ。え、すごかったんだよね。もうとんでもないことになってましたから。確かに。もうなんか固まってたよね、上はね。このメンツでボソッといきますみたいな。あ、そうですね。で、番組とかももうめっちゃ盛り上がってましたからね。
で、相葉くん、J、まあ、いいとこトーマ。なんすか、いいとこトーマ。いや、なんかこの4人で動くことがメインだよね、みんなご存知のこのチャンネルでは認知 100% のメインメインだ、メイン。やっぱトーマが一番上なのよ。あ、そうなんですね。うん、え、歴史さ、うん、あ、へぇ、トーマは96年の2月で、J が5月で、俺が6月で、あと8月なので、相葉くん曰くオーディションに俺がいたらしいの。親が行ったら5000あげるって言われて行ってるのね、オーディションに。だから行ったらもう終わりだから、スワスさんずっと後ろの方で出た二宮伝説その1。だからもう何もしてないの、オーディションずっと一緒に座ってた。でもずっと下向いてた。でも分かんないんだけど、相葉くんはそこで踊ってたりとかなんだりしてたから、なんで踊んないんだろうっていうのを見てたっていう。だから同じオーディションっぽいんだよね。ジャニーさんずっとその話してましたよ。え？オーディションの時に二宮が座ってて、僕はこの子だと思ったんだよ。光るものがやっぱね。嘘だ、本当。いや、そうっすよ。聞いたことないじゃない。 よくでも、え、ジャニーさんに声かけられなかったんですか？かけられたよ。それも言ってました。で、僕は気になっちゃって、気になっちゃって、しょうがなかった。なんで踊んないのって言うから、いや、ちょっと俺のことは置いててくれって。いやいや、ちょっと渋い言葉すぎるでしょ。それが面白くて仕方なかったらしいです。あ、はい。え、だからお前やはり入れてんだよね、ギリ。いや、ギリじゃないらしいです。もうこの子だと思ったって言ってました。すごいな。そう、もう気になってしょうがなかったんだ。相当気になってますね。いや、よくそのオーディション会場のあの空気で後ろに座れましたね。いや、ほんとそうだよね。変わってたんだろうね。ひょうひょうとしてますね。俺の1年上が翔ちゃんの1年上がリーダーとだから、そこら辺がもう大渋滞してるわけよ。その間にタッキーたちがいて、うわ、はぁ、豊作っすね。すげえ。確かに豊作だな。もう直近、もうすぐ下の子が言ってあれなんですか？風の子。風の子なんで笑ってる？風の子じゃん。え、後輩なんだ。風の子は俺の1年後輩。あ、1年後輩。そう考えると、生田くんって結構先輩なんだな。五関くんとかもすごいのかな。五関くん意外にすね。そうか、めっちゃ長いんですよね、五関くん。長いはず。え、五関くんのは中丸より先輩っす。中丸くんが3歳。え、先輩でしょ。先輩っす。へぇ、五関くんってめちゃくちゃそのサンチェさんとかの信頼めちゃくちゃ高くなかったですか？そうなの。はい、怒られたことないって言ってました、ね。怒られたことないし。ほら、めっちゃ出してよ、もっとみんな。なんかさ、気になる人もこれもう、大体いつもいる人たちだもん、これ。で、まあ、ここはまあ、じゃあ、ジュニア時代の、まあ、直の後輩じゃないですか。うん。嵐の二宮君としてから出会った人で、そのジャニーズだけじゃなくてもいいんですけど、まあ、例えばだから、ジャニーズで言うと、まあ、中丸とかは結構二宮君はあって感覚なんですけど、まあ、ジュニアの時からっていうよりは、ちょっと前ぐらいかって感じじゃないですか。ジュニアの時はだってほぼほぼなかったよね。いや、ないっすよ、先輩だから。喋るなんてもう、俺もそんなに喋る先輩じゃなかった。後輩でいたいタイプだったから。じゃあ誰ですか、ね、直近の後輩は。最近で言うと、だから N 丸も入ってます。入ったらいいんだ。だからうちで言うと、だから そこの3人は唯一じゃない、生き残ってる皆さんの中で。生き残ってる。俺ですか。うん、後輩っす。嬉しい。へえ、やったね。だって聞く、他に。俺は聞かないよ。 VS 魂とかで出てくるじゃん、なんか時々さ、ジャニーズのチームが行くとさ、なんか仲いいとか、よくご飯食べてた人とか誰ですかみたいな。え、第5は違うんですか。第5は俺一回飯食いに行ったことある。あ、なんかもっと下って言ったらあれですけど、だからもうそれこそ師匠みたいな感じじゃないですか、大悟から。そうだよね。大悟はもう甥っ子。甥っ子、もうその立ち位置としてはもう20ぐらい違うから。もっと今そうです、違うか。確かにそれぐらい離れてくるとなんかちょっと感覚変わってきますもんね。だからもう猪狩とか甥っ子でしょ。まあそんな感じですね。じゃあ後輩っていう感じちょっと薄れてきますもんね。だから
ふうまもあの亀井くんとか甥っ子って感じだよ。亀井くんは確かにそうっすね、うん、怒れないでしょ。横並びじゃ初めて怒られた先輩が桜井翔。そうなんですか。何怒られたんですか。あのプレゾンあったじゃん。はい、プレゾンで96年97年かなんかのプレゾンでその PGF を歌うのよ。うわ懐かしい。 PGF で、あの客席の通路にジュニアは並んで PGF 踊るみたいなのがあったの。その時に上手下手で分かれてて、で下手が桜井チームみたいなので翔ちゃんがリーダーで、で翔ちゃんチームで俺は翔ちゃんチームで、で翔ちゃんがきっかけ分かってるからそれについてって出てって踊るみたいなやった時に、なんかジェインさんが吉野家とかマックとかいっぱい買ってくるじゃん、はい、で俺の同期がもういないんだけど同期が吉野家食ってて、で俺も吉野家食ってて、で出番だってなって袖に行った時に翔ちゃんがパッて振り返って俺に向かって「お前の同期さ牛丼の容器片付けないでどういうこと？」って言われて、さすがちゃんとしてる、しっかりしてるわ。なんか嬉しい。すいません。いや、ニノさんが直接言われたわけじゃなかったんですね。そう、俺の同期が食ってた吉野家の牛丼の殻を見て、あれ、お前の同期だよなみたいな、片付けないってどういうこと。それなんで本人に言わなかったんですかね。多分あっち組だと思う。つむさん、神で組神島だ。あ、なるほど。めちゃくちゃ片付けますもん、翔くん。確かに。そう、だから当時からずっと。だってご飯屋さん行った時とかも空いた皿すぐ片付けますよ。へ、焦りますもん俺。いや焼酎飲んでる時代とかもう本当にコップが焦ってるんじゃないかっていうぐらい水滴吹く。なんかそんなにコップ側が焦ってるのよ。コップ側が焦ってるの。じゃあ入った時はやっぱちょっと先輩の感覚なんですね、翔くんって。全然先輩。嵐になってからその感覚っていうのはまたやっぱじゃあ薄れるもの。で俺は1年経ったぐらいで全国組に行くのよ、コンサート。おはよう。俺らの時ってまだ東名阪組と全国組ってのがあって、うん、人数絞られるんですね。じゃあそう、いわゆる全国だともっと絞られて、うん、その足代がかかるから。なるほど。全国はもうお兄ちゃんたちしか行けなかったんだけど、そこで入って、うん、そこでなんか初めてこうお兄ちゃんたちと仲良くなるみたいなのがあって、で俺は翔ちゃんとその後映画見に行って、映画、うん、カレー食いに行って映画見てみたいな。もう一人いたんだけど仲良くなったりとかして、そっからもう普通。全然器きっかけだったんですね。じゃあ大体そうだったね。俺ほとんどの人と新名組んだから。へえ。歴代どんな人なの。翔くんのじゃあ新名組んだし、リーダーとかやらちゃんとか。すげえな。すげえな。一番なかったのは相葉くんだけど、ほとんどの人と組む。へえ。リーダーは一回でも敬語で喋ったことがないかもしれない。最初から先輩なんです。最初から先輩なんです。本田君結構先輩ですよ。にだから翔ちゃんの1年先輩じゃない。一回も敬語使ったことないの、生涯で。このすごいな。入り口何だったんですか。いや、なんかみんな踊ってて、でこの人も座ってたの、一人で。へえ。座ってそうですけど。そうだな。で鼻ほじってる時に、なんか人を見つめて鼻ほじる癖があるね、この人。怖いって。想像しました。想像したら。それに目が合っちゃったのよ、初めて。で、だからなんか、ジュニアじゃないと思ったんだろうな、俺その時に。へぇ。全然キラキラしてなくて。で、で最初の出会いはどこだったんですか、場は。アイラブジュニア。あ、テレビ番組ですか。うん、ラブジュニア。で、
今日何時ぐらいに終わるのかなって声かけたのが初めてなんだって。へー、リードがそれ鮮明に覚えてるって言われて、へー、そっからもずっと何時じゃないみたいなことに答えた。そっからもう一回も敬語使ってたこの人すごいな、すごいな。へー、先輩って認識もなかったってことですよね。なかったでもカリスマだったから。あ、そうか。大野さんは、大野くんってなんか特別感ありましたよね。そんなことないですか。僕ら世代から見ると、いや、あれ京都でずっとなんかやられてたんですよ。やってただったり、あと東京でライブがあると、その大野くんのコーナーがポッパってなんかこうできたりするじゃないですか。そうなんだよ。へー、あれすごい不思議に思ってたんですよ。あれ不思議だよね。いや、ほんと不思議だった。東京で基本その活動してなかった時期なのかな。だからあんま基本見ないの、大野くんって。見なかったの。へー、でもライブの本番になると5分10分大野くんバーンってセンターに立って、めちゃめちゃなその演出で、伝説の生き物っす。いや、そっちの子みたい。知らなかったから、どういうそのね、いる、そう、レアいるとは聞いてるけど。そう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 。だってジュニアメーカーとかも一時期関西ジュニアで表記されてたからな。え、京都京都。なるほど。すげえな、カリスマ。カリスマだよ。だってあの人だっけ、選択制だったもん、仕事。来週 M スタだけど来る来ないみたいな、行かないみたいな。はい、強い、やばいよ。すごいやばいよね。二宮君もひょうひょうとしてますけど、大野君もひょうひょうとしてます。いや、こっちの方がすごいと思うよ。俺はだって怒られたことはあるもん。うん、一人一人が深すぎてやっぱ広がんないっす。そう、こっちで聞きたくなっちゃうんですよね。そうね、深いっす。じゃあもっといろんな人でさ、ジェシーとか出してもらうじゃん。不安なジェシー関係あるんですよね。いや、ないけど、ストーンズとか書いてもいっぱい。ああ、スノーマンとかいっぱい書いておきます。とりあえず書いておけば。いやー、濃厚だな。でも、その、やっぱジャニーズ、ジュニアの頃から、やっぱその、ね、深いっすね。深い。人気だった、みんなが人気だったじゃないですか。みんな人気だった。この時代からだから、もう話が濃いっすよね。個性ありますね、皆さんでも。ちょっと待って、俺、もうちょっとなんか、エランテ出てくる可能性あったのにな。まあ、時間だよ。もう、ね。かなりいっちゃったよ。結構いっちゃいましたよ。チャンネル登録、高評価、みんなよろしくね。手応え感じてる。いいじゃん、感じたんで。あ、先輩から見たカトゥーンってどういうんですか。こうなったよ、基本的に。その中で唯一喋れたのが中丸君っていう感じ。そう、この間ジャニーズショップって思ったじゃん。だって亀梨君がこうなってて、上田君もこうなってるじゃないですか。それ超えてた。